龍造。まだ間に合う。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍造。侍だ。侍がいるぞ。答えよ、志村殿はどこだ。エルデア・シグラッチ、サムライ。どこだ。ハラクチンアクトルナ。
самурай, рубах широй. Бери! Тюме! この獣が叔父上、ジンです。ジン、急げ。ウフサムライの方、どうしたこの獣が叔父上、ジンです。ジン、急げ。サムライの方、おじゅうえ、信じておったぞ。ジン、さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、おじゅうえ。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時を上げるぞ。お供いたします。政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。追手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、一人も逃がしてない。死ぬわけにはいかん。対馬の武士の敵、政子殿。石川先生、矢を放て。本身は守ろう。それでないぞ、境。
皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。大層な城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。分かるな。入れてやって。助けてくれ。おい、やしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美について叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。あいつら
お手伝いできて光栄です。恐れながら数が足りませんね。では、またいつでもいらっしゃってください。志村様によろしく。ジン、待っておった。必ずや藩を討ち取り、龍蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。守りは進んだか。ああ、いいえ。火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。ジン。雅子殿、刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。
志村様は何て？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です？一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらぬ。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは？本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと？あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ？勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。いやしい見慣れど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。消えたものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎どもが騎兵がいます。押し通れ。金田の木で見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。二
再び火を灯し、藩に見せつけてくれる。民も喜びます。下中のかがり火台を全て取り戻す。大将！大将！大将！Hey!
けろ、ノおっと、来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。
大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろう。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛虎を撃つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよ。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下文を送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。産木谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。総兵のようで、お話をしたいと。総兵だと承知した。なあ、地頭様と一緒に戦おう。うちも槍も扱えないだ。結構すればいい。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。
まず城言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も、産木谷も猛虎に抗がった。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押しやってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の敵を取るぞ。敵討ちではなく平和のために戦います。猛虎に劣っているのは兵の数くらいだ。楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。少し前まで菰田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは、これは違う。俺は崖から戦を見てた。ハーンが足立様に何を言ってた？叫び声が。どうかお助けください。叫び声、何があった？まず太鼓の音と経が聞こえたんです。見に行ってみたら集落の連中が狂ってて、悪夢にうなされてるかのように叫ぶんです。もしや猛虎の術か？場所は？赤島の集落です。死人の浜の近く。調べてみよう。お気をつけください。侍
弓を見て差し上げましょうか。天下無双の弓ですよ。また来よう。早く船で。波しぶきを感じたり、潮風が恋しい。どんな鎧でも結構です。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。槍川の怨霊がこの世によみがえったと聞きました。元槍川で人を殺し回ってるそうです。聞いたことのない話だ。猛虎の仕業ではないのか。槍川様の呪いの話をご存じないのですか。でしたら琵琶法師に司祭を聞くとよいでしょう。元槍川にいるはずです。話を聞いて正体を突き止めよう。望みを捨てちゃいけない。
ノリオだ。だが他の層がおらぬ。儀式だろうか。この染め、蒙古のものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。侍！大高様が呼んでる！あの郷で仲間を鼓舞しておる。
新手か。